20人が死亡6人の行方が今も分かっていない知床沖の観光船沈没事故1年4ヶ月にわたる事故の原因調査の最終結果が今日公表されました勝田さんの最終報告書が出たんですけども運航会社の体制と国側の責任を厳しく指摘 なぜ事故は起きたのかおよそ250ページにも及ぶ事故原因の最終報告書原因の一つとして結論付けられたのは船前方のハッチからの水の流入でした事故当日 カズワンはハッチが固定されていない状態で出航。高い波で激しい揺れを繰り返す間に蓋が開いて、船内に水が流れ込み沈没に至りました。事故2日前に行われていた救命訓練。この場で豊田船長自らハッチの異常を認識していた可能性があると関係者は証言します。 訓練に行く前にここからロープを、あの栄行するためのロープを出したんだけど、その時きにあの出し終わって、豊田君がこれを締めようと思った時ににう、うまく締めれなかったんで、で自分が見た時には、ちょっと空いてるなっていう感じ締めようとして、このストッパーをこうこう操作してあるんだけど、まあ、うまく締めれてなかったんだよね事故前から異変が起きていたというハッチ。 それを裏付ける写真が最終報告書に掲載されました。これは事故の8日前に撮影されたハッチの様子です。よく見ると、蓋が浮いています。その隙間はおよそ2センチ。このわずかな隙間が20人もの命を奪う引き金になったと考えられています。 ストッパーこう,こういうふうに締めてあの蓋を固定するんだけど、ちょそのストッパがちゃんとはまっていかないから、今はこうちょっと浮いてる状態。二センチ蓋が開いてると結構そのハッチの蓋ってバタ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 動いてる。いやこのストッパーがついてなかったらもう例えばまあ、げてはどうかしは分からんけどあの鍋がパンってやるけどもう簡単に簡単にあげられちゃうから、ね。いやそう。ということは水も入ってる。もちろんもちろん。 かぶった水は蓋がなくてもこの間からもうこれが効いてないと入っていくからねなぜ2センチの隙間は見過ごされたのか報告書で指摘されたのは国側の検査の不備です事故の3日前に行われた日本小型船舶検査機構 JCI による船体検査 JCI は 国に代わって検査を行う機関ですこの時の検査でハッチの状態は目視での確認にとどまり実際に開け閉めすることはありませんでした実は検査のルールでは見た目が良好なら開閉試験を省略してもいいとされています JCI の元職員は HTB の取材に対し 検査の実情をこう証言ししていました高齢の方ばかりでしたので、そういった方が検査の担当している地域を1人で回るっていうようなことが多かったので、形式的に船を並べて、もう次々に検査をしなくてはいけないような状況だったのではなかったかと思います。 見過ごされた異常ただ報告書ではそもそも当日の気象条件のもとでは出航してはならなかったとも指摘しています関係者も事故当日豊田船長に釘を刺していました さらに船の運航会社の安全管理体制の問題については社長は船に関する知識も経験もなく船長に対して助言等の援助を行う能力はなかった。本県会社には

口を閉ざしたままです事故からおよそ1年4ヶ月経って公表された膨大な量の事故報告書専門家は高評価しますま率直な感想としてあの異例中の異例の内容の多さ社会的な影響なども考慮してまあ、入念な調査と検討が行われたというそういう表れではないかと思います また、国の代行機関 JCI の検査についても、問題点をこう指摘します。パッと見てですね。目視でもわかるはずではあるんですけれども、それがわかる知識があるかどうかっていうところが問題で、検査の体制に関しても、やはり、えっと、圧倒的に人員が不足しているということはあるみたいですので、そのあたりの。 手当てをしていかないと本質的な問題の解消にはならないんではないかと思います。